では今回はですね、野島探訪ということでね、山をくり抜いた編隊号にね、特別に横浜市に許可をもらって入りましたので、ちょっとね、紹介していきたいと思います。まあこれ見ての通りね、野島にある、野島公園にあるね、編隊号なんですけれども、まあ横幅はね、そんな20何メートルで、巨大ではないんですけれども、長さがね、200メートルあって、山をくり抜いた大きさなんですね。まあどうもね、未成で終わって、まあちょっと飛行機が入ったぐらいで終わったみたいなんですけども、なかなかね、すごい延滞後ですね。まあ、民間人で入ったのはね、こう何十年ぶりかじゃないかなっていうような感じですね。で、ブルーシーサイドラインですかね。なんかそんな感じのね、このモノレールみたいなね、電車で行って来ました。奥がね、横須賀のこのクレーンのところで、真ん中が貝山。で、手前がね、野島って感じですかね。ああ、夏島ですかね、さっき見てたね。ということで、まあ、こっちですね。ここです。野島公園とかですね。この辺からこう見たら、ね、ごめんなさい。夏島ですかね、さっき。ということで、駅で降りてね、行ってきました。なんかよくわかんないですけど、ここら辺釣り業者みたいなのがいましたね。で、ちょうどね、この、横浜市長選のね、投票日だから、前日だから、そんな感じです。で、公園に行くとね、こうやって見えてきます。まあ、もちろんね、厳重に立ち入り禁止になってますね。どうもね、ゴミを捨てられていたりするようなんでね、こう立ち入り禁止になってしまったりですね。で、まあ、この看板とかもあってですね、まあ、見ればわかるんですけれども、結構ね、道行く人も、こう見て、興味津々な感じでしたね。まあ、ちょっとだけね、こうやって見えてるんでね。まあ、なんか長い自撮り棒を持ってるね、人とか、ちょっとドローンとかでね、軽く、ホパリングすればね、まあ、中入っていけるかなと思います。まあ、ここにね、特別に許可入って5メートルだけね、行ってもらいましたね。で、まあ、見ての通りね、こうやってね、なんかいろいろゴミがあってですね。まあ、これはね、戦後のこの公園化した時のね、どうもゴミと、その後に勝手に捨てられたゴミとっていろいろあるみたいなんですけれども。まあ、この中の構造的には、ね、特に影響を与えずにですね、まあ、よく中身は残ってるなって感じですね。で、真ん中はね、素彫りになったりして、もともと抜けてたんですけれども、この、土がね、どうも埋めたようでね、中はね、貫通してないんで、私が想像してたものとね、ちょっと違いましたね。まあ、反対側ね、ちょっと人目が多いということで、こっち側からね、特別に許可をもらいました。まあ、全然ね、こっちの方もね、ひび割れるとこもなくてですね、全然、なんていうんですかね、いい状態ですね。で、この内側からね、見て、こっち側だけね、切りかけがね、これありまして、まあ、海軍はね、こう、切りかけが好きというか、まあ、作ってるんですけども、陸軍の延滞号と違ってですね。まあ、こちら側だけあって、反対がなかったのはなぜなのかっていうのはわかんないのと、まあ、そういう仕様なのか、こう、未成なんでね、途中で終わっちゃったのか、っていう、いろいろ、まあ、説あるみたいですね。まあ、というのもね、これ、貫通してなくて、反対側に、こう、島があって、まあ、今の日産のね、テストコースのところが、飛行場だったんで、オッパマなんですね。まあ、こっち側に空いててもね、なんかあんまり意味がないというかね、実際飛行機隠したのかどうかちょっと疑問ですね。ただ、ここら辺もね、こう、コンクリートのね、板面とかの跡が残っててね、なかなか、現状としてはいいんじゃない。崩落とかね、暗落とかも全然本当なくてですね。まあ、公開できるような気もしてるんでね、ぜひね、なんかこう、お金取ってでもね、公開してほしいっていう話はね、まあ、あと、まあ私もね、言われてたのは、皆様からね、言ってもらってたのは、見えるような、こう、なんていうんですかね、パネルにしてほしいみたいな話を聞いてね、それはね、市の方とかにもね、要望はね、伝えておきました。ということで、まあ、このね、天井とかのこの四角とかがね、ちょっとね、
まあ謎なんですけれども、木がね、あるところだったらわかるんですけど、なんか、ちょっと不思議なね、形になっちゃう。まあこういう形です。まあ、こうやってね、木が残っているところもあって、まあこういうところが一列ぐらい続いててですね、まあこう、ランプをつけたりとかね、そういうのを想定したんだろうなと思いますね。で、横のところがね、まあちょっともう浮き上がってまして、ここも砂利が結構多いの見えるんですけど、まあ丁寧な作りですよね。ここが境目のところですね。で、この写真もね、まあ内側からここの角度じゃないと撮れないのかなと思います。で、この右、すぐ右のところにね、地下壕みたいなのがね、穴が開いてましたね。まあ私もね、ここ入ってないのでちょっとわかんないです。で、山のね、頂上の方に行って、まあこの展望台でね、ちょうどね、なんか通り雨みたいなの来ちゃって、まあここで、ね、のんびり眺めてたんですけども、これしらせですね。ちょうどなんかね、しらせ写真撮ってる人もいたみたいでね。まあ、ここら辺もよく見ると、なんかヨットみたいのがね、いっぱいいますね。すごいですね。で、ここがまあ、その昔のね、オッパマネ飛行場で、今は日産のテストコースで、なってますね。まあ、ここからね、試験飛行とかね、海軍工廠のね、技術長ですかね、してたかと思うと、まあ、周水飛んだりとかね、思うとね、なかなか感慨深いものがあるんじゃないでしょうかね。まあ、ここのところもね、こう、橋が見えたりとかね、いろいろしてますね。これ、ベイブリッジとかなんかそっちの方ですかね。で、これが貝山ですかね。ここも地下壕があるということでね、まあ、ちょっと今度行ってみようかなと思うんですけどね。まあ、これは東京湾観音までね、まあ見えてて結構近いことがね、わかるかなと思います。ここら辺もね、まあなんか当時の石垣っぽいね、まあそういうものとかね、いろいろありますね。まあ穴が、水抜き用の穴はね、後で開けたのかもしれないですね。で、反対側にそのオッパマの飛行場で、横須賀のね、技術省の航空省ですかね、航空省の、まあ滑走路だったんですけれども、まあそこが見えますね。で、ここもね、まあこの、さっきの延滞号の反対側のね、号とかが見ますね。まあこれもね、地上から見た知らせですね。で、ここがね、こっちの方が昔繋がってたということで、まあ、ここから飛行機を運んでね、こう、飛んでいったというかね、まあ延滞でも隠してたっていう話ですね。で、この反対側がね、まあ、さっき言ったように、この切りかけがなくてですね、まあ、この陸軍の、なんかこう、延滞壕みたいになっちゃってるんですけど、まあ、ここがこの途中だったのかどうなのかちょっとよくわかんないですね。まあ、説明なんかね、ここに載ってますんで、ぜひね、見られたらいいのかなと思います。まあ、ここもね、結構状態よく残ってると思うんで、ほんとね、公開してくれたらいいなと思うんですけど、もったいないですね。で、ここが奥がね、八景島ですね。この手前の方がね、航空写真見るとね、繋がってたのがね、わかるかなと思います。これがエプロンというかね、こう、飛行機を出して繋がったところですね。まあ結構こうやってね、山を削ってね、これだけの延滞壕を作ってたのがね、わかるかなと思います。で、反対側にね、まあ、工場群とかがこうあってですね。まあ、これも当時のものかなと思いますね。で、ここがまあ、つながってたね、のかなと思います。で、ここら辺のね、まあ、排水路とかを見るとね、こう、当時のものかなっていうようなね、ものですね。石がね、すごいですね。で、反対側のね、工場のところもなんかこう、地下壕みたいなのがあってね、ちょっと気になるところではあります。まあ、ほとんどね、ここもう海でね、海水入んないのかわかんないんですけど、もしかしたら地下壕じゃないかもしれないですね。ということでね、まあ以上になりますね。ありがとうございました。